剣天皇の趣味っていうのを覚えておいてください。気に入った家臣、気に入らない家臣に適当なあだ名をつけまくるっていうのが趣味です。高剣天皇っていうのは女帝です。はい、なのでいきなり天皇は変わるしナンバー2も変わるしっていう時代がやってきます。で、ここら辺から埋めていきましょうか。聖武天皇は位譲っただけでこの人もまだまだ生きます。旧藤原閥がもう一回復活して出てきます。そこで出てきたのが無知マロの息子中マロです。基本的にムチマロ中マロってね、あのプロレスラーやと思ってくれていいです。超武闘派です。中マロさん中心に政権運営に入ります。で、6番大仏お披露目パーティーのことを開眼供養というふうに言います。はい、で、このためにわざわざ開眼同士としてインドからお坊さんを招きます。このインドの坊さんなんて読むのか分かんないけど、漢字でこうやって当て字をして菩提僊那というふうに書いてあるこの人を呼んだらしいという。で、聖武天皇も今度に天皇じゃなくて上皇になってますが参加してます。で、その窓全員で海岸に手を添える形で捉えた。あ、伝わってくる、宇宙をあまねく照らす武者仏の御心が伝わってくるとかいうふうに、御仏を、私の人生を救ってくれた、ググッとか言ってこんでもなくなりです。ここで大宝律令の、バージョンアップ、行老律令っていうのを施行します。こんな年代で出てるよってことは知っておいてください。高剣天皇の趣味っていうのを覚えておいてください。気に入った家臣、気に入らない家臣に適当なあだ名をつけまくるっていうのが趣味です。名前を天皇からもらいます。恵美推し活っていうふうに名前をもらいます。恵美、美しく恵まれて推して勝つっていう風に言うんだよね。この人めっちゃ天皇に気に入られてるっていう風にして藤原幕の中心にいたんやけど、いきなりそれがひっくり返ります。理由は何かっていうと、高剣天皇が病気にかかって天皇の位を続けられないので、やむなく引退します。この高剣天皇、まあ病気で死ぬわっていう風に思っとったら、なんと剣な坊さんが出てきてこの高剣天皇を病気を治してしまったっていうことが発生します。以来その病気を治した坊さんっていうのは天皇にものすごく信任を得て国政を全て任されるっていう、なんかさっきどっかで聞いたことあるようなっていう、親子2代揃って同じことが始まるんです。その坊さんの名前を道教というふうに言います。どっからこいつ出てきたんだって、この高剣天皇の病気を治したって言います。ちなみに高剣天皇病気で引退っていうことをやったんやけど、年齢的に若いです。で、おまけに高剣天皇未婚なんですよ。で、おまけに道教って大体年齢が同じぐらいで坊さんで男なのね。わかるかなっていうことです。多分できとったわという。で、そのせいでもう天皇が世の中の全てですから、天皇が一言言えばナンバー2ってチェンジってことができるよっていう世の中になります。高剣天皇が順に天皇を差し置いて、私やっぱ天皇に復権するっていう風にいきなり天皇の位取ってしまいます。なので高剣天皇とこの次に出てくる聖徳天皇っていうのは同じ人だっていう風に書いておいてください。歴史上2人目の女帝で長祖です。